皆さんこんこにちは聖書とともに見る社会の担当の日本国際飢餓対策校の田村といいます先回までは「君を待つ世界がある」そういうタイトルで2回学びました1回目2回目は世界にある飢餓の現状数字を上げたりまたさまざま写真も皆さんに見ていただきましたまたそういう飢餓や貧困の原因って何なんだろうそのことについても一般的に言われている事柄またそれが 真実だと言いながら、実は憶測であって、本当はそうじゃないというところも見ることができました。で、今日は第3回目ということで、じゃあ聖書私たちが信じ、また私たちが寄って立っているこの神の御言葉、この聖書は飢餓や貧困ということをどう言ってるのか、そのことを学びたいと思います。 聖書は世界の飢餓、貧困をどう捉えているのかそのことは実はクリスチャンである私たちにとってはとっても大切なことだと思います聖書はこの世界にある飢餓、貧困痛み、苦しみ、悲しみ人々が直面しているそのような本当に悲惨な状況に対してどう捉えているのかこのことが実は私たちもまたその飢餓や貧困をどう捉えどう見そしてそれに対してどう行動していくのか。 ととということのてても大きな大きききななな力になっていきますそういう意味ではまず一つ目聖書がこの世界にある飢餓や貧困それをどう捉えているかそれは飢餓は存在すするとということです例えばイザヤ書の58章の6節7節にこういう言葉があります「私の好む断食はこれではないか悪の絆を解きくびきの縄めをほどき虐げられた者たちを自由の身とし全てのくびきを砕くことではないか」 飢ええたたのにはあなたのパンを与え家のない貧しい人々に家を入れ裸の人を見てこれに着せあなたの肉親の世話をすることではないかこの箇所に飢えたもうすでにこの旧約の遺罪書が書かれたこのまとめられたこの時代にも実は世界には飢餓があった聖書は飢餓は存在するまずこれを大して 前提としてて語っています二つ目のことはでもそれは当たり前のこと仕方がないことでは決してないということです同じようにイザヤの58章の10節にはこうあります「飢えた者に心を配り悩む者の,の願いを満足させるならあなたの光は闇の中に輝きのぼりあなたの暗闇は真昼のようになる」「飢えた者に心を配り悩む者の,の願いを満足させるなら」 とこう言います私たちの目の前にまた私たちのこの世界に私たちが生きるこの社会に飢えたるもの貧しさの中で悩めるもの苦しみのその渦中にいる人々その方々に対して私たちは手を差し伸べる神様は聖書を通して私たちにそう語っている仕方がないわなそんな国に生まれたんだから仕方がないよねそんな状況なんだからで決して片付けてはいけない気がはあるんですよ 貧困もあるんですよ。人がまるでその尊厳とか人権とかその尊さ、そんなことが完全に無視されるような、搾取されて幼い子供がまるで道具のように用いられている、使われている、そんな状況がある、それは仕方がない、決してそうではない、その現状に私たち、特にクリスチャンはどのように関わっていくのか、神様はそれを熱心に願っていらっしゃるわけです。ですから3番目。神は あなたが関わることを望んでおられます例えばマタイの25章の35節そしてトンで40節にこういう言葉がありますあなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時私に飲ませ私が旅人であった時私に宿を貸し私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い 私が牢にいた時私を訪ねてくれたからですあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです空腹であるもの一切れのパンをあげる私たちもそんな経験があるかも分かりませんお腹ペコペコこの時にこれ食べろよって何かをもらったその1切れのパンそれはどんなにおいしいそしてどんなに喜んでいる そんな嬉しさがあったと思いますまた喉がカラカラだった時に本当にコップ1杯の水それがどれほど潤いを与えられたかそういう苦しみやこの空腹や乾きがある人たちに1杯の水一切れのパンそれを差し上げるということは普通は私がその人にしたというふうに書かれても不思議ではない。ででもこここののののイエス様ははとたその人一つ そののの行為は実は実人を超えて私にしたのだつまりイエス様はご自身に対して行った行為なんだそう語っているわけですつまりこれは良い行いをしましたねいいことをやりましたねってその人だけではなくて常にその弱者弱い立場におられる方々と共にいるイエス様に対する愛の行為そしてそれは私にとっては良いことを行いましたというよりも イエス・キリスト様があの十字架で私たちのその罪を身に負うて自らの命を捨ててくださるほどに愛してくださった今私たちがこうして生きている今私たちがこうして神様のともに歩んでいる私たちが今こうして豊かな恵みの中に生かされているその,その最初はまさにこのイエス・キリストの命がけの私たちへの愛でした。私たちはそのイエス様を 罪からの救い主そして人生の主として信じ救われたその私たちはこのイエス様の私たちへの愛の行為の応答として礼拝としてこのことを行っていくかわいそうだなこの心も大切ですいやとてもつらいだろうなそういう思いもとても大切ですでもそこで終わるそれが動機ではなくてその向こうにあるその方 弱い立場の方々の傍らにおられるイエス様に対しての私たちへの礼拝私たちの礼拝行為イエス様の,あの命がけの愛に応答していくということでこのことこの兄弟最も小さい者の,の一人に私たちは行為を行っていく聖書は私たちに見て見ぬふりをしてはいけない私たちにそのようなことがあるのは かわいいいそううだだななとと気持ちだけででどめるのではない私たちの思いが私たちの一歩踏み出した行動を生み出されていくそしてそれはイエス様が私を命がけで愛してくださったその愛への応答として行っていくものなんだそう教えているわけですさてそういう悲願というものは聖書にとってありますよそうおっしゃってくださいました。 でそしてそのことに関しては私たちは決して見過ごしてはいけない本当に行動していかなきゃならないそのように語ってくださいましたそしてその行動は私たちにとってはイエスのあの十字架の命かけの愛への応答神礼拝として行っていくものなんだでは飢餓はどうして始まったんだろう飢餓の始まりっていうのはどこからなのか創世紀の一章の一節以降にはこの天地万物が 神様によって作られたいわゆる創造の見業それが書かれています例えば創世記の1章の29節から30節には人への食物としてまず第一に種を持つすべての草与えられましたそして2番目は種のある実を結ぶすべての木が与えられましたそして3番目すべての獣4番目は空のすべての鳥そして最後の5番目は地を這うすべてのもの そしてそれらに青草を与えるというわけですから人が生きるために食べるものその身の回りにそれは神様がちゃんと従前に備えていてくださったそれも一度食べて終わりではなくてこの地を這うもの全てのものに青草を与えるというふうに表現されていますからそれはもう持続的に継続されて人が生きるために食べるものは十分に神様はあの想像の時あのエデンの園に与えていてくださっただけれども えー、そんな中でなんでじゃあ私たちは今そういう飢餓が貧困があるのかその前に一章の31節にはこう言いましたそのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった身よそれは非常に良かったこうして夕があり朝があった第6日非常に良かったこれはパーフェクトという意味です神様の完全という意味なの神様が想像なさったものは この天地万物の全秘蔵物自然も含めたもののみならずご自身の形に似せて,て作られた私たちもまたそしてその私たちも生きていくための備えそのすべてが完全だそういうふうにおっしゃったでもさっきも言いましたでじゃあなんで世界に飢餓や貧困がそんなところであるんだろうかいわゆる飢餓の始まりそのは創世紀の3章の17節から19節です。 こうありますまたアダムに仰せられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで食を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔に汗を流して糧を得 ついにあなたは土にるあなたはそこから捉らえたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならない創世記の一章二章神様の創造の御業の素晴らしさパーフェクトというほどにその素晴らしさがそこで表された人が生きるためにあらゆる食料も持続的に継続的に与えられるものとした何の問題もなかったはずけれどもそこから安定していく出来事それがこの三章のアダムとエバの神の 御言葉神の命令に対する背きの罪そこから入ってきましたそれゆえに本来ならば祝福であるはずの土地があなたのゆえに呪われてしまったあなたは一生苦しんで職を得なければならないそれは単に耕すその植物を取っていくというサイクルを継続していくということだけではなくてあらゆる自然の営みそういう事柄の中で本当に 額に汗を、顔に汗を流しながら食を得る、生きることの辛さ、生きることの苦しみ、そんなものを人々が神へ罪を犯したがゆえに、そのことが与えられるようになった、その結果はあなたは額に汗を流して家庭を得え、ついにあなたは土に帰るという死をもそこに生み出されるようなものになってきた。食べるものがない その苦しみの中で人々は死んでいかなきゃならないそんな現実がこのアダムとエヴァの神様への罪という問題いわゆる人の罪がこの飢餓の始まりであるということですですから、前回も皆さんにご紹介した中でなんで世界には飢餓や貧困があるんですかなんで飢餓で食べるものはなくて死んでいくそれは世界の人口72億の方々が食べるだけの食料が世界には生産していない世界には食べるものがないからだ これが一一般的な一つの思いでした。でもそれは違いますよ誤解ですよということを皆さんにお伝えしましたね穀物だけでも今の人口が100億人になったって十分あるというそれだけのものがあるんだけれどなのになぜそれはお金のあるところに食料が集まってくるからです。本当にに必必要要なななところに必要なものではなくて、 必要以上にその豊かさを享受しているそういう者たちのところにどんどんと食料が集まってくるこれ何ですか自分さえ良ければといいいうう罪でではないですかかわいそうと頭の半分で思いながら「あ,あそんなことがあるので」ってテレビの画面やネットの映像を見た時にそんなふうに思うけれども。 もう目をそらしたら心がスイッチしてしまって自分の欲求自分の欲望もっとおいしいものもっ,もっともっともっとといって十分すぎるほどのものを自分たちはかき集めていないだろうかそれこそまさに自分さえ良ければいいというその人の罪そのものではないですかあのアダムといえばが神様の前に背きの罪を犯したそのものが今そこにあり連綿と歴史の中で人々の営みの中にそれが繰り返されている。 飢餓の始まりは神の命令に背いた人の罪そこから生まれてきたわけですだからこそこれは誰が解決することができるだろうかということだからこそこの人の罪が原因だとしたらそこから複雑にいろんな事柄がもうこの数千年の中で社会の構造的になっているでも元を正していけばその人の罪であるとしたらこの飢餓貧困の問題に対して関わりそれを 解決へと導くことができるのは国連ですかそれぞれの国の政府ですかもちろん大きな力、そのような政府の働きも大切です。でもね、人ごと事ではなく自分ごととして捉えていくべき、それは教会なんです。それはクリスチャンなんです。人の罪を解決できるのイエス様以外ないじゃないですか。ならば、このイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを受け入れ、その主と共に歩み、そしてこの福音を。 述べ伝えその福音に生きている私たちがこの生きるこの世界のこの社会のこの目の前にあるこの問題に関わっていくべきではないのか私はこのことを学びながらそのことを強く感じていますさて先ほどそれは当たり前仕方がない決してそうではないってことを言いましたねだから飢餓は神様それは飢餓をよしとはされていない。 だからこそ人の罪であるがゆえに教会がクリスチャンが関わっていかなきゃならないいずれまた皆さんの前に一回ゆっくりと聖書のことからこの飢餓の事柄に対してまた飢餓に対する私たちの行動を学んでいきたいと思うんですがその一つの聖句が「旧約聖書」の「新明記の第15章の7節から11節っていうのがあります。これはモーセが イスラエルの民をあのエジプトから導き出していわゆる出エジプトをしてあの約束・カナンの地にこの40年の流ホ放浪のあといよいよ目の前のヨルダン川を渡ってその向こうに入ろうとしているその時に神様が先民イスラエルよあなたはこの約束の地、カナンの地でどのようにして生きるのかということをずっと語られている猛セを通して語られたことが記されているそれがこの新明記です。 その15章この前後には私たちの中にまたこれから出会うであろう者たちの中にいわゆる弱い立場の人たちがいるそれは自分の人生なんですが自分の生活なんですけれど自分の足で立ち上がることができない自分で自分の目の前の困難を切り開いていくことができないさまざまな理由のゆえにそれができない弱い立場の方々がいるそういう方々が決して見捨てられたり 切り捨てられたりしていくのではなくてどうしたらそんな方々と共に生きていくことができるのかそういう人たちも生かされていくそういう人たちが見捨てられる見,見放されるのではなく共に社会の一員として生きていくそれにはどうしたらいいのかそういうことが書かれているその7節から11節という短い箇所の中にヒントになる言葉があります。それはあななたの心を開きなさい あななたの手を大ききく開きなさい。決して心を閉じたり手を閉じるんではない心を開き手を開きなさいってそう書かれているその心を開くっていうことは他者への関心を向けるということであり手を開くっていうことはいつでも多くの方々と関わるいわゆるウェルカムですねでそういうことだけじゃなくて閉ざされたところから開くわけですから自分の持てるものもどうぞって分かち合う。 そういうういいものだろうと思います自分は生きていくことができる自分は豊かですそれで終わるんじゃなくてその豊かさそれが神様の祝福として働いているそれを喜んでだって自分も受けた時嬉しかったんですから自分も誰かからされた時はとても嬉しかったんですからだからその自分の喜びを分かち合うことを通してそういう弱いと言われる方々がああ生きててよかったと言われるそんな人生の一歩を踏み出すパートナーとして。 隣人ととしてて歩み出すすことそれを願っているわけですまた信玄の31章の1節から9節ではやはり弱い立場の者への配慮がそこで書かれていますまたマタイの25章の31節から40節先ほど読みましたね「神の愛の応答として飢餓や貧困や乾いた人々弱い立場にある人々には手を差し伸べましょう」それがイエス様に対する礼拝ですよ。 愛への応答ですよと言いましたまた第一ヨハネの3章の16節から20節実はこの聖書の歌詞は私がこの働きに就くきに神様が与えてくださったとっても大切な御言葉なんですがその16節から20節の特に18節には子どもたちを私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛し合おうではないか。愛し合ううとということが なんか見せかけのものであったり、えー、自分勝手なものであったりもっと言えば名詞って分かりますよねなんか愛ってきれいに書いて額に飾っていいななんて眺めるものじゃなくて私の恩師はよく言ってました愛は名詞ではなく動詞ですよ愛は生きて働く行動を通して本当に「ILOVEYOU」が伝わっていくそしてそれが形となっていくんだそういうふうに教えられました。 世界で飢餓や貧困に苦しんでおる方々に遠くから見てかわいそうだな誰か助けないかなではなくて命を懸けるほどに主は私を愛してくださっただから今私はあるんだこの愛に応答としてまた私たちもそのような方々に手を差し伸ばしていくそのように聖書の箇所 今日挙げたのは4つの箇所だけですけれどもそれ以外にもぜひ読んでくださいいくつもいくつも聖書の中には旧約聖書もまた新約聖書の中からも出てまいりますそう考えてくると「神の御心は何ですか?」「飢餓や貧困そうして苦しんである方々にクリスチャンよ教会よあなた方の使命として手を差し伸べそのような方々と共に生きよう」うそういうふうにおっしゃってはいないだろうかここに私は教会の使命があると思います。 皆さん自身の使命もあるんじゃないですか皆さん将来どんな働きにつこうまたどんな祈りきっといろいろと祈ってると思いますまたある人にとったらもう神様の見心はこれだとして飯を掴んでいる方もいるかもわからないでもどうしたらいいんだろうっていろんな迷いの中にいるときにぜひ祈ってみてください神様あなたをどう持ちようとしているのか神はあなたへの見心をもうでに持ってらっしゃるそれはあなたの働きを通して いろんな仕事がありますでもそれを通して神の栄光を表し神の御国を立て上げていくそれは神の御心がいろんなところに働きかけ実際に実を結んでいくそんな働きへとあなたを召していてくださっているどうぞ私には役に立たないとか私は何もできないんだとかそんなことは思わないでください誰かと比べたら劣ってるなと思うこともあれば逆に勝っちゃってるななんて私の方が偉いかなと思うこともあるかもわからない。 でもどうぞ、そんな比較ではなくて神様の前に自分を見た時に神様はあなたを命を懸けるほどに愛してくださった私の目にはあなたは高価で尊いよとおっしゃっていてくださったそれはスペアはないあなたがダメなの他のものがいるそんな歯車のようなものじゃなくてあなたでしかできないあなたでしかなしえないその神の御心があるどうぞそのことを思う時に私は皆さんにお伝えしたいのはどうぞ。 どうぞ弱い立場の方々の人生のどこかに関わってほしいんですべったりずっとなんて関わることは難しいです私たちの団体からも海外に出てくださってる人たちが今まで歴代たくさんいてくれましたでもそれはもうずっと30年も40年も50年もなんてことありえないある方は3年ある方は6年今一番長い人でも1 5六6年関わっておいてくれていますでもどこかの人生のほんの数年間そうして途上国にいて 被害や貧困と戦い立ち上がるにもなかなか立ち上がることができないそんな方々の傍らにいてそんな方々を励ましそんな方々と共に喜びまた涙を流しそしてそんな方々を時には前から引っ張ったり後ろから押したりそして肩を出して共に歩んでいくそんなその人の人生にわずかに関わってその人が立ち上がって生きていくそんな隣人としての関わり方それをしてくれています。 でもね、まだ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 そうして関わってくれているそういう方々が必要なんです。国内で働きそういう人たちをサポートするということも大切ですしまたここから行ってその現場に現地の人たちともに生活をすることを通してそのような方々とともに人生を歩んでいてくれる。もし皆さんが 自分はどうしたらいいのかななんて思ってたとしたらどうぞ祈りの一つにそれを入れてはくれませんかいや私はそんな海外のなんて途上国にそんなことは無理だと思うかもわからないでもそんな時に私たちも夏のスタディキャンプなんかも用意していますそんなところでちょっと2週間ほど行ってもらってあそこでできるかどうかな自分は適応できるかななんてことを経験するっていうのも大切かも分かります そんな中で祈りが漠然とした祈りからいろんな情報収集することまた自分が成しうる経験をすることを通して祈りが具体化してくる漠然と何でしょうねっていう祈りからたとえ始まったとしてもそこらだん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 とそのが具体化していくことを通して神様が今度語っていてくださることも漠然として捉えるのではなくてきちっと具体的に私へのメシとして捉えることができるはずなんです。 だからそういう意味では皆さんの思いの中にあれもこれもそれもいろいろあるけれどこの被害貧困と戦って自分が与えられた人生なんですがその命を全うすることができないそういう苦しみにある方々の隣人として働きをしていくそういうことも可能かなそんな思いを持ってくれたら嬉しいなと思いますここに教会の使命があるまさに私たち自身がどうして生きていくかということがとっても大切だと思うんですね 三番目に神はあなたが関わることを望んでおられるってお話をしましたそれは神がなそうとしておられることです第二歴代史の七章の十四節にこうあります私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を主体求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒やそう 神様は彼らの血を癒す血を癒そうと約束してくださった今私たちのこの聖書の時代だけではなくて今私たちがこの生きている21世紀のこの社会の中でも本当に癒されていかなければならないそういう現象がたくさんあります人が癒されるということもそうですけれど戦争紛争またさまざまなテロそして何よりも人を人とも思わない中でもしかしたら笑いながら。 その人の人命を奪っていくそんなことが残念ながらこの日本でも私たちの身近でも頻発していますそんな中にあってその一人の命の尊さを一人の命の尊さをその尊さを守っていくっていうことはとても大切なことだと思う先ほど教会の使命だとお話をしましたその時にじゃあ私たちはどうしていったらいいのかどんなアクションを起こしていったらいいのか というこののその前にもっともっと具体的な土台の中に一つ私たちが通らなければならないことがあるように思いますそれがこの第二歴代史の7章の14節神様がそうすれば地を癒やそう」この私たちの生きているこの社会この生きている世界のさまざまな痛みや悲しみを神様はご自身の痛みとして捉えていてくださっているそしてそれを私たちを通して何とかしたいと思ってらっしゃる。 そそしてその何とかするというのを神様は癒すという表現をしてくださったそのために私たちに求められる事柄があるんですごめんなさい一ついきますよ。神がなそうとしておられる地を癒す神様の約束それはまず誰がへり下るのか先ほどの御言葉の中にこの私の名を呼び求めている私の民が自らへり下りってありますよね。 そして祈りを捧げ私の顔を慕い求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そうと言っている神様は地を癒すために私の名前を呼び求めている私の民がやるべきことがあるこの民で誰ですかクリスチャンです私たちですよ私たち自身がまず第一に「へりくだれ」って言うんです「へりくだる」「謙遜になる」 それは神様の恵みによっていろんなことができてきた神様の恵みと導きによって私たちはいろんな困難から抜け出して今あるでもどこかで私たちはそれに対しては感謝ですありがとうございますと言いながらも自分の手柄にはしてないだろうか私だから私だからこそそれができたんだなんてことは思ってないだろうかいや私はこの大学に入ろうと思うこのところに行こうと思うために必死に勉強した。 でもその必死に勉強することさえも神様が背後にあって支えていてくださったいや私は努力して努力して人の何倍も勉強して何倍も働いてでもその人の数倍働いて努力するその背後にも神様が私たちを支えてくださったそれゆえに私たちは頑張れた。もしそう思う思ことができたら 私たちのこの努力というものが本当に神様にあって祝福でと変えられていくでしょうそのためにへりくだる神様あれもこれもそれもできたことは本当に神様の恵みです神様は私たちを支え私たちを導きまた私たちを整えて支えてくださったからこそです全てのこことととにどううぞ神様を認めるということですなんか特別なことだけに神様が関わってくださるわけじゃない。 神様は食べるにも飲むにも全てのことにおいても栄光を表せて私たちに求めてくださるように私たちの日常のそんなに大したことないよなそんなに価値あるかって思うような事柄の中にも神様は関わっっててていいてくださっている私たちが起きて私たちが寝て私たちが生活していくその全てが神様の手の内の中できちっと整えられ導かれているあらゆるところに神を認めるということ。 これが減り下るということです。もう一つのことは、祈りを捧げてありますよね。これ二つ意味があります。一つは、悔い改めの祈りです。これね、ものすごく僕たちにとっては大切なんです。悔い改めての神様、すいません。私が罪を犯しました。この罪、私はこれを分かってたんですけれどね。でもその弱さのために犯してしまいました。でそのことは本当に自分の弱さをきちっと認めて、神様助けてください でもそんな自分の弱さや罪を認めないで強情だったらすごい心がままさに固くななもの神様はそれれを嫌われます私だって身の回りに強情なものがいたらすごくやりにくいじゃないですか一緒に何かしようたって人の忠告を聞かない人の言うことを聞かないでもそうじゃなくてへりくだりそして悔い改めするもには神様の語ることを本当にそれを受け止めて 神神様様の手足として神様は持ちやすいだからこそ私たち自身は同じことを悔いあってしまうこともあるかも分かりませんなかなかその一つの罪に対して勝利をすることが難しいと思うかも分かりませんでもだからこそ神様は悔い改めだからこそ悔い改め続けることだからこそ神様の力神様ご自身が介入してくださることを求めるってことこれがとても大切です神様はそういう人たちを用いてくださる。 さあもう一つ私の顔を死体求めであります私の顔神様の顔をしたい求めるしたい求めるってどういうふうに理解したいかね「したい求める」なんかこう表情としてはこんなんですか「したい求める」どうか分かんないけどそれは本当に神様を信頼するっていうことだと思います多くの預言者たちが神様に証明をいただきました 私の心にかない私の身心を述べ伝えるのは誰やと言った時に私がここにおります私を使わせてくださいってこう言った応答した預言者たちがいますよねこの死体を求めるというのはまさに先ほどの悔やりと美のにから導かれてくる神様を信頼するだからこそ神が語ってくださることに私は応答していくことができる自分の力では応答するというのはおこがましいよ。 自分の力では応答するということはちょっと無理やねって思うかもわからないでも弱さを知っているそのゆえに神様を用いてくださると思うなら神様を信頼したその死体を求める一人一人を神様はちゃんと用いてくださるだからこそ主よ私はここにいます私を用いてくださいそう言えるのではないでしょうかもう一つその悪い道からら立ち返るならでありますこれも先ほどの祈りの悔い改めに通じますよね 何か後ろめたいことないですか何か隠されてることはないですか契約聖書の中に神は知っておられるという言葉があります皆さん神が私たちの全てを知っておられるって聞いたらどんな思いになるでしょうやべって思いますか全部見られてるわってそんな風に思うそれとも ああよかった神を全てのことを知っていてくださるあの苦しみも悲しみもやろうと思うけどできなかったこともそれをちゃんと知っていてくださるそれはどんなに私のことなんて誰もと思いがちの中にあっても本当に神様は私を知っていてくださるそれはどんだけなうさぎなのかそう思うかそれともあのことこのこと知られてるやばっと思うのかこれもうすごく大きく違うよね。でも大切なことは いずれにせよ神は私たちのすべてのことを知っていてくださっているならば私たちが隠れている罪隠れて行っていることそれ自身も神様をご存じであるならばその事柄に対して神様私は自分の力では回復することができません立ち返ることが難しいですでも私の思いは私の意思はそこにありますから神様 あなたが私の思いと一心に働きかけてどうぞ泥沼のようなこの悪い行いから立ち返ることができるようにその全てを知っておられるあなたが私たちを救い出してくださいそうして神様の御心に生きることを表明していく御心に生きることを私たち自身も成し得る努力をしていく神の恵みと私たちへの努力というその応答が一つとなって御心が行っていくことができる。 私たちがもう一つ、へりくだり、祈りを捧げ、神の顔をしたい求め、そして悪い道から立ち返っていくなら、神様は私たちのその、私たちのその姿を見て、親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そうとあります。見て見ぬふりではなく、よそごとではなく、誰かがでもなく。 神様はこの世界にある飢餓や貧困傷んでおられる苦しんでおられるさまざまな人々に心を向けていてくださっているさまざまな方々が何とか解決されることを願っていらっしゃるそしてその地を癒やそうという神様の約束が実現していくために手足として私たち教会クリスチャンを持ちようとしておられるそこにあなたは漏れてはいない。 そこに私はいる。あなたもその一人として今そこにいるどうぞ神様私はここにいます私を用いてくださいそう祈ってはくださいませんかそして痛み苦しんでいる方々がどうぞああ生きててよかったって思うそしてこ,のこんな私にもこの天地を想像なさった神様は見心を持って 導いていてててくださっている私の人生は無意味なことはない、無駄なことはない、神の御心が充満した、そんな素晴らしい人生なんだと思える人が、どうぞ一人でも、あなたの,その差し伸べ,しし伸べてくださったその手を通して、思いが浮かんでくるとしたら、そうだと確信することができたら、どんなに素晴らしいことでしょう。ありがとうございました。